宮大工とは日本の伝統的な木造建築を手掛ける職人で、その技は寺社などの荘厳な建築物にその力を発揮します。宮大工になる夢を抱く子どもたちにとって、実際の宮大工の仕事を体験することは彼らの職人への道の第一歩となります。宮大工を体験するプログラムでは、子どもたちは基礎から学びます。まずは実際に使われる伝統的な工具に触れ、その扱い方を習得します。次に、のみ、ガンダなどを使って木材を加工し、組み合わせる技術、宮大工の基本的なスキルを学びます。体験を通じて子どもたちは、工作の楽しさや創造の喜びを知り、同時に伝統の重要さや技の精度に込められた職人の心意気を学びます。手仕事から始まる体験は、未来の宮大工として成長するための貴重な第一歩となるのです。